やり込みとはただひたすらに鍛錬の道、己を信じ邁進する修練の獣道。やり込みバカ一代。ファミツウェブ DVD ルパン小島です。皆様、残念ではございますが、大人気コンテンツやり込みバカ一代、先月号をもちまして、終了とさせていただきました。皆様から、たくさんのですね5000円、それからたくさんの応募、いただきましたけども、残念ながら、終了と相なりました。皆様に愛され続けてきたやり込みバカ一代は編集部の都合により先月6月号をもちまして、誠に勝手ではございますが終了させていただきました。2005年から約4年間応援ありがとうございました。ですがやり込み企画は永遠に不滅であります。いっやり込みスタジアム、コーナー名をですね一新しまして、やり込み企画やり込みスタジアムと生まれ変わって開幕いたしたいと思います。もうスタートしちゃうんですね。はい、そんなわけでですね、前回もそうだったんですけども、次世代ハードももらえちゃう、ソフトもいっぱいもらえちゃう、豪華企画となっておりますので、ぜひぜひですね腕に覚えのあるやり込み人たちはガン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 もう送ってください。もう場外ホームランとかですねツーベースヒットとかもうみんなもう何でもいいから、もうどん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 ください。皆様からのご応募お待ちしております。今月はやり込みグランプリ2009より2本がエントリー。ヒットマンブラッドマネーは諸事情によりチャンネル3をチェック。今月のやり込みグランプリ1本目はスーパーマリオカート、出るか世界新記録。スーパーマリオカート、1992年にスーパーファミコンで発売され、基本的な設計は現在の作品にも受け継がれているほどの完成度で、全てのカートレースゲームの原型ともいえる作品。今回投稿者が挑戦するのはスペシャルコース、バニラレイク2でのタイムアタック。バニラレイク2はただでさえ氷が滑りやすい上に、コース上に雪のブロックがあるわ、タイトに攻めると中央の池に落ちるわで非常に難しいコースなのだ。そしてバニラレイク2での肝となるのがショートカット。通常このようにコースに沿って走るとかなり大回りをして走ることになってしまう。しかしショートカットを使うことでタイムを大幅に短縮できるのだ。それではタイムアタックスタート。タイムアタック最初のポイントは、雪の上をドリフトで滑り雪に乗った時の減速をなくしていること。投稿者は通常のショートカットを超えるスーパーショートカットを使ってタイムを短縮。通常のショートカットでは障害物の横を走りながら通行するのに対し、スーパーショートカットではドリフト状態で障害物を通行するため、凄まじいテクニックと集中力が必要になる。そしてゴール手前の池越えでは、池を越える前に一度ジャンプをしておいてドリフト状態で池を越えることで池を越えた後の膨らみを抑えている。あっという間にファイナルラップに突入。そして46秒69でゴール。このバニラレイク2で47秒を切っているのは世界でも2人しか確認されていないと言われている。しかも投稿者のタイムは確認できている限りで世界記録と同タイムという素晴らしい記録なのだ。一度でも難しいスーパーショートカットを5回連続で成功させるという離れ技をやってのけたのはお見事。